こんにちは。私は夜、喉が乾くことがありますので、マンカップのようなものを使っていますが、保温、保冷、性能が低いので、すぐぬるくなってしまいます。ですので、新たに水筒かマンカップのようなものを購入するために、いろいろ調べました。最終的に選んだのはこちら、象印のステンレスマグ SM、SM-WS48-BM です。本日は、象印のステンレスマグ、 SM-WS48-BM の購入と開封、そして私の感想をお伝えします。まず最初に、造印のステンレスマグ、SM-WS48-BM を紹介したいと思います。ウェブサイトとマニュアルを見ていきます。こちらの動画をご覧ください。こちらはですね、造印の商品を紹介しているサイトになります。 ステンレスマグの SMWS を紹介しているサイトですね。好きな時に好きな場所で好きなものを私に心地よいワンタッチマグとなっています。使いやすくて洗いやすい増量種のワンタッチマグ。お仕事にお出かけにリラックスタイムに毎日の暮らしにそっと寄り添うマイボトル。っと飲めてお手入れも簡単だからいつでも清潔で気持ちよく。 自分にぴったりのカラーとサイズを選んで、さあ、お気に入りを持ち歩こう。ポイントですけれども、機能として、1、毎日嬉しい楽々お手入れ。セントパッキングが一つにしたシームレッスンなんで、お手入れがですね、楽ですね。 二つ目のポイントとして、本体の内側が、ラクリアコートプラスで、発水性が高く、匂いや汚れがつきにくい、内面不足コートだから、さっと楽に洗えるとなっています。そして二番目、ステンレス真空二重の魔法瓶だから、保冷、保温能力が高い。コールドの方が4度の冷水が6時間後でも8度以下、ホットの方は95度の熱湯が6時間後でも71度以上となっています。 色ですけれども全部で六、えー、色ありますね私の購入したのはソフトブラックですそして、えー、飛び散り抑制機構が付いているということですね軽量コンパクトスポーツドリンク OK 着色汚れが目立ちにくいとなっていますそしてこちらスペックですね容量が0.36リットルと0.48リットルの2種類があるようです 私が購入したのは0.48リットルですね。品番が SM-WS36 と SM-WS48。希望小売価格はそれぞれ6050円、6600円税込みですね。実用量が0.36リットルと0.48リットル。保湿効力6時間が67度以上と71度以上。保冷効力6時間が9度以下と8度以下。外形寸法が 6.5×7×17.5 と 6.5×7×21.5 本体質量が0 1 7キロと0 2 1キロ。口径が約4センチですね以上ですそしてこちらなんですけれども取扱説明書になりますね各部の名前ですけれどもこれ全部がですね1000セットになりますね そして、えー、上がですね、線カバーセットで、こちらが線ですね。そして本体があります。部品としては3つになりますかね。そしてこちらに安全上の注意が書かれています。そして使い方ですね。えー、ロック機構がついてます。こちらは飲み物を入れる。そして飲み物を飲むですね。 これは後で実際に使ってみたいと思います。そしてセンセットの分解方法がこちらに書いてあります。また組み立て方法ですね。そしてお手入れですけれども、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗うとなっています。そしてお手入れ用のですね、スポンジも用意されているみたいです。 そしてこちらは故障かなと思った時の対応方法ですね。あとは部品交換とお客様相談番口の連絡先が書かれています。そしてさらにですね、こちらはあ中国語ですね。英語。そして韓国語。 以上ですそれでは実際に商品を開封していきたいと思うんですけれども実はすでに開封済みで利用しています動画撮影などをしてしまうとある程度時間がかかってしまいますがすぐに使いたかったからですですので開封した中身などを紹介したいと思いますこちらがですねまずですね箱ですね 商品が入っていた箱がこちらになります。そして、えー、中に入っているのはマニュアルですね。紙のマニュアルです。分解方法とかお手入れ方法、注意事項などが書かれています。 言語はですね、日本語のほかに英語中国語韓国語があるようですそしてこちらがついてましたねそしてこちらが本体になりますこんな形ですね途中で動画が切れてしまったんですけれども こちらが本体になります。色は一応黒なんですけれども、ちょっとですね、えー、茶色っぽい感じもします。薄い黒という感じでしょうか。そして今、こちら、麦茶が入っているんですけれども、こんな感じでですね、こちらを押すことによって蓋が開きます。 そしてこちら、ここの部分にですね、ロック機構がついてますね。まあ基本的な使い方はですね、こんな感じで開けて、こうやっての、のここからですね、飲むだけなんで、特別なことはないですね。重さはそれほど重くないですね。そして、えー、持ちやすいです。実際に使ってみてですね、結構長い時間ですね、えー、冷たいものを入れても大丈夫です。 結構持続時間は長いと思います。え昨日ですね、冷やしたミニ茶を入れたんですけど、12時間ぐらい経ってもですね、まだ冷たさを保持しています。以上です。いかがでしたでしょうか象印のステンレスマグ SM、SM-WS48-BM。購入したのは楽天のショップで、 価格ですが、あ税込みで2580円でした。楽天ポイントが160ポイントぐらいつきましたので、実質は2400円ぐらいですかね。マグとしてはちょっと高いですが、長く使い続けられると思いますし、機能性が高いので満足度は高いですね。本日の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。